やあ、皆さん、こんにちは、中根ゆうすでーす。皆さん、こんばんは、こんにちは。とっても私は今、疲れております。ご覧の通り、皆様、こうやって全身を舐め回すように見てください。ご覧の通り、すごく私は疲れています。ということでですね、今日はですね、撮影がですね、初日だったんですね。初日でですね、ね、いいよ、そんな寄らなくていいって、寄るカメラマンで有名な方がちょっと今日カメラしてくださってるんですけども、本当にありがとうございます。今日この中リーサさんが帰ってきて、この機嫌がどうでしたか？そうですよね、最悪ですよね。これご覧の通り、とっても女神ヴィーナスを掲げてますけれども、とっても大変な機嫌だったということでですね、それでなんか今から YouTube どうしようみたいな感じでいろいろ相談してたんですけども、もうこのもういちいちなんかいろんな企画をやるっていうことがまずめんどくさい、体力もない、しかも今日朝私何時に起きてってると思います？4時ですよ。4時50分に家を出て、5時50分からメイクをして、6時30分から撮影をしているんです。私今日本当にそれはこんないいって、こんななんかさ、このいいってば、こういうやつはいいね。こっちで私を噛まないでくれないか。この人はきなこも戸惑ってるじゃないか。ほらトマトもちょっとトマトもきなこだった、ごめん、トマトって今日昼から機嫌が悪いですよね。はい、もう一回言ってください。昼から機嫌悪いですよね。え、なんで？いや、なんか LINE が機嫌悪かった気がしたんです。いや、そっちじゃん、機嫌悪い。いや機嫌悪かったですよね。機嫌悪いっていうか、普通にそっちがなんかトカゲくんの習い事の連絡をなんかしたみたいな感じで言われて、で普通にさ、私さ、えっていうかめっちゃさ、ずっと今日撮影だったし、でもさ、それさ、こないだ言ったのはさ、そっちじゃんみたいな話じゃん。それでさ、普通に私はそっちがね、もう撮ってるもんだと思ってたからさ、みたいな感じで、しかも私さ、連れて行ける日はさ、撮影だしさ、それでさ、私はさ、もう完全に自分の役割じゃないその日はって思ってたわけよ、撮影だし。だから、何それみたいな感じで言ったらさ、逆ギレしてきてさ、普通にキレたいのはこっちなんだけどみたいな感じで、はぁっていう文章だけ返してやった。とりあえずトカゲくんの習い事の予約をどっちが取ったかみたいなことで、なんかちょっと今日ね、 LINE で揉めたわけ。それ何で言ってるの？今わざと？え、もうひどくない？本当にひどいんだけど、こいつジェラトーニン。かわいそうだからダメだよ。なんでダメって言うの？いい加減にしてよ。え、だってそっちは今日一日何もないわけでしょみたいな感じで、だったらさ、やってよと思うわけ。違くて、違う、言ったじゃん、それは昨日だったらできるし。別にそのスケジュールが分かんないから、スケジュールが分かんないからとかじゃなくて、普通に考えておかしいじゃん。今撮影をさ、から晩までさ、私はさ、出ずっぱでバカーってなマジだから、そういうことを言ってんの今日昼。それで私はすごく忙しかったのに、そういうことを LINE で言われて、えっていうか、なんで私がそうやって言われなきゃいけないの？自分は今日普通にお家にいるのに、なんでっていうか、それでさ、きなこのさ、病院のことも言ってきたじゃん。それはね、私がずっとね、予約しなかったのが悪い、わかる？病院ってさ、昼休憩がやたら長いわけじゃん、12時からさ、4時まで。その4時間の間はさ、私、連絡できないじゃないの、つかないじゃないの、何？もうやめましょう。なんで？気になるんで、今日は俺の感謝。最近、嬉しかったことでお願いします。はい？嬉しかったこと？こうやってカメラを撮ってくれるところだよ。それしかないよ。嬉しいことはもう私が今日疲れてて、もう YouTube もやる気が失せて、再生回数とかなんか知らんけど、なんかそういうの回数みたいなのがよ、知らねえよっていう話を普通に考えても、私はね、もういいのいいの、回数とか最近ね、もうやけになって見てないからごめんけどっていう感じでさ。だけどみんなのね、コメントはチェックしてるよ。ありがとうね、みんなコメントはチェックしてるし、 DM もいつも読んでるから、本当にそれはみんなありがとう。何ですか、意見があるみたいですけど。あ、もうちょっとないですか。さっききなこに薬あげてくれたこと。小さいですね。小さくていいじゃない、小さいのが細かく募って大きくなるんだから、それ
小ささをいっぱいいっぱいポイントをこうやって交換みたいな感じで貯めて、お大きい粗品とポイント交換しな、いつも思うけど。一応聞きますけど、最近イラッとしたこと、さっきの話以外。寝室を開けたら何かお酒が臭くて、この人お酒飲むスケジュールないよなと思ったら、キッチンにビールの缶が置いてあった。あ、ビールの缶で思い出した。ビールの缶をさ、なんて普通に缶が捨てるゴミ箱があるのに、どうしていつもあそこに置いとくの？袖口に。え、普通にさ、そっからそこまで。俺が映っちゃった。すいません。すいません。普通に考えてさ、なんで落とすの今。さあ、だってさ、そこに置いとくのが悪いんじゃん、その袖のさ、ここよ、ちょっと。なんて言ってるかわからないかもしれないけど、ここに置いとくのよ、いつも。ここに、こうやって、花瓶の横にこうやって置いとかれるわけ。私はこれをやめろって言ってんのに、ここに毎回置く。それがイラつくんだ。わかってんの？せめてもの、せめてものだ。アリエルが歩いてる。せめてもの機嫌だ。機嫌が悪いぞ。はい、そういう感じですかね。それをやめてほしいです。それでちゃんと洗ってほしいです、中身を水で。いや、これだけ言わして、ペットボトルを捨ててるの俺の方が率高いから。私はいいんです、私は普通に考えて、それはそのまま再利用とかできるかもしれないから、普通に置いとくだけです。私は別にまだ飲めるかもしれないし、別にそのままね、ペットボトルをそのまま水入れてお風呂で飲むかもしれないし、普通に考えて、だから私は普通に置いてるんです。なのに そっちが勝手にさ、ラベルを剥がしてさ、そうやってするわけじゃん。いや、さすがにちょっとごめんなさい、ちょっと謝ってもらっていいですか。さすがに苦しいです。何が苦しいですか。私の方が悪くないです。いや、ちょっとさすがに多分みんなそれはちょっとあれじゃないってなってるんで、一回ちょっとすいませんけど認めてもらっていいですか。っていうか、いっぱい喋りすぎ、テロップをたくさん入れなきゃいけなくなるんだからさ、普通に考えてさ、いっぱい喋ってくるからさ、すごくテロップを入れなきゃいけなくなるからさ、本当に大変なんだけども、そういうところもさ、本当にカメラマンだけしてればいいのにさ、いっぱい喋ってさ、本当にさ、もう本当に私は疲れてるのにさ、なんでそうやって変なところ撮るわけ。だからそういうとこ、これさ、鬼絵なんだけど、すぐ毛玉がついちゃった。もう本当にいい加減にしてってぐらいさ、いっぱいさ、猫の毛もついてるしさ、すごい。ねえ、今日さ、掃除機とかかけてないでしょ、家いたのに。マジでかけた。掃除機もクイックルワイパーも、ちょっと待って。ねえ、なんでそれをさ、捨てないの。普通に考えて捨てたよ。なんでそれってさ、ねえ、ちょっと待って、普通に考えてさ、これなんでさ、外さないわけ。ね、なんでこれ外さないで置いとくの。で、外さないで置いといたら、ここがさ、ワックスかけたところがさ、なんかこうやってさ、汚くさ、剥げるからさ、そういうところ別にさ、かけてくれてさ、本当にありがとうと思うんだけどさ、こういうところさ、普通に考えて。ひなこ、あなたは見てるわよね、なんで逃げるの。だからそういうとこだって。あれは確かにちょっとだけ湿ってたから、もしかしたらこの24時間以内に誰かがやったのかもしれないっていう風に思うけど、普通に考えて掃除機の方は絶対やってないと思う、普通に。なんで？なんで呼ぶの？ほこりがない、ほこりがないじゃん。けいこちゃん来たでしょ、絶対けいこちゃん来たでしょ、絶対けいこちゃんが来たって。じゃないとおかしい。一回謝ってもらっていいですか。マジでやった、これはもうほんと火が出てます。じゃあほんと一回謝って。絶対けいこちゃん、ほんとに絶対けいこちゃん、クソ野郎だよ、ほんとに。ありがとうございます。ありがとうございます。あなたのポイントは巨大な粗品と交換しなきゃいけないので、全然まだね、いろいろあるんですよ、ステータスが。まだシルバーです、あなた。次はブロンズ、その次はプラチナ、その次はダイヤモンドですね。ダイヤモンドに行くまでは全然まだまだなんでございますけども、頑張っていらっしゃってください。はい、ということで皆様、今日の猫も喧嘩し始めたので、こっちでも喧嘩、こっちでも喧嘩、ちょっとね、勃発してるのでね、ちょっとね、これで終わりにしたいと思います。皆さんの今日の動画を見てくださって本当にありがとうございました。さあ、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやってる皆さん、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そして、グッドボタンもよろしくお願いします。何ですか。何これが、何
何これが何何がついてるの？汚いじゃん、汚いでよ。はい、ということで皆様また次の動画でお会いしましょう。中里依紗でした。カメラマンありがとうございました。なんでそうやってひどい終わり方止まってないじゃんもう。